はい、どうもチャクラです。もうすぐ冬休みですね。皆さん何か予定とかありましたらぜひねコメント欄で教えてください。ではね、今回は前々から予告してた通り、おすすめの海外シャーペンベスト5の方をやっていきたいと思います。はい、まあね、すごくね迷ったんですよね。もうほんとね迷った結果、まあ、ついにねベスト5を決めることができました。でですね、不平等が生じないために今回は 0.5 ミリのみで選ばせていただきました。ではね、やっていきましょう。ではまず第5位から紹介していきます。パーカーのソネットですね。はい、最近ねちょくちょく使ってるんですけど、本当にね書き味が何やろな、いいんですよね。うん、で初期から入ってる芯も結構滑らかなので、すごくねおすすめですね。これはね本当にいいペンですね。はい、第4位はこちらステッドラーの92535と92525ですね。はい、長時間引きとかにはねあまり向いてないんですけど、パッと書きたい時とかノートをきれいに書きたい時とかは本当にこのペンがあったらすごくいいですね。でね、本当にステッドラーなんで、もう書き味 もう最高ですね。第3位はですね、こちら前ね動画でも紹介したんですけど、ロットニングのラピッドプロですね。はい、こちらのペンはですねガイドパイプがねちゃんとね収納できるんで素晴らしいですね。これはでノック感もねすごくいいんですよ。はい、ラピッドプロのノック感個人的にね一番好きですね。買って絶対損はないと思うんで第3位に選ばせていただきました。第2位はこちらラミ2000のシャープペンシルですね。こちらは本当にねいいですね。はい、長時間のね勉強とかにもね常にねこれを使ってたりしてます。はい、書き味もね本当に良くて、片びらしやすいんですけどこうやって回せるんですよね。でも欠点としてはちょっとこのクリップがね片びりして回すときにね手に当たったら痛い時もありますが、それ以外はね本当に素晴らしいペンですね。重量もね結構軽いんで取り回しがいいですね。続いて第1位ですね、カベコのペンシルスペシャルですね。書き味もねなんかカサカサしていて、で重量もね金属製のシャープペンの中では結構軽い方なんですよね。だから本当にね取り回しもしやすいですし、書き味もすごくいいので個人的におすすめですね。初期芯との相性も結構いいので、これは本当に買ってみて損はないかと思います。はい、皆さんはね予想できましたか？もしね皆さんもおすすめのシャーペンとかがあったらぜひコメント欄で教えてください。以上、今回は海外製のおすすめシャーペンベスト5を紹介しました。ご視聴ありがとうございました。